親じゃなくてね、うん、その石川県の方からね、はい、うん、警察の方にね、届け出てへんからね、うん、家族のことは心配してね、はい、もうそれだけね、ちょっと心配したわけですよ、うん、うん、地元の人やったらわかるけど、はい、うん、そっちの石川の方からね、来られとんやったらね、うん、何が、いや、普通に僕夜中歩いてただけですよね。カバンまで開けさせられて、財布も見させられたんですけど、うん、これって完全に迷惑行為じゃないですか？他に取り締まるべきことっていっぱいあるんじゃないですか？原発とか。原発？はい、うん。ああいう電気会社こそ、本当の巨悪だと思うんですけど、うん、どうして警察の方は黙ってるんですかね？僕、だって今、取り調べられても全部見せましたし、カバンの中も全部開けましたけど、うん、それ調べ違うよ。いやいや、取り調べじゃないじゃないですか。うん、取り調べだと思うんですけど、違いますか？それでも親に電話するとかってよくわかんないんですけど、うん、いかがなんですか？僕もカバンもそこに置いてありますし、うん、別に、なんか本当強引に取り調べられてて、これ警察って何やってんのかなって、電力会社とかもいっぱいありますよね。どうしてこんな、ただ単に夜中歩いてただけで、呼び止められて、カバン見せてとか、最後ね、住所まで聞かれて、家族に溶けてって、僕も31歳でこうやってメディアやってるんですけど。話しかんと分かれへんから。ね、寺尾さん。じゃあどうすればいいんですか？もうお話聞きましたんでね。お話。え？それで帰ってくださいとか言うんですか？へえ。いやでもこれって完全に違法じゃないですか、取り調べ的なものって。はい、違法ではありませんよ。なんでですか？何が違法じゃないんですか？寺さん、気をつけて帰ってくださいね。気をつけてお帰りください。あ、お名前いただいてもいいですか？兵道って言います。兵道何さんですか？兵道と言います。兵道何さんですか？兵道真嗣と言います。兵道真嗣さん、はい、どちらの方なんですか？京都府警察。京都府警察のど何課ですか？地域課です。地域課は、はい、ただ単に一人で夜中歩いてたらこういうふうに呼び止めて、実家の番号まで聞こうとするんですか？一人で夜歩いているだけで。心配だから声かけたんですけど、どうしてここまでされなくちゃいけないんですかね。心配荷物を出さされて、うんうん、免許証も見せさせられて、うん、他にやることっていっぱいあるんじゃないですか、警察って。だから心配してね、家族の方が心配しとったら大変でしょ。わかりました、ね、じゃあはい、ありがとうございます、うん、はい、さようなら。気をつけてね。はい、はい。